ラジオ授業科目案内ですこの時間は2023年度開設の専門科目の中からイノベーションマネジメントをご紹介します主任講師は伊藤宗彦客員教授です伊藤先生にお話を聞きました では伊藤先生よろししくお願いいたします,ししますこのイノベーションという言葉を聞きますとあの革新とか刷新といった言葉がイメージされるんですがこのイノベーションマネジメントというのはどんんなな学問なんでしょうか、はい、イノベーションマネジメントというのはいつの時代においてもですねつまりイノベーションというのは追っかけても追っかけても決してゴールがないものなんです。 新しいイノベーションがが起起ここっっててもさらににそれを乗り越えるイイノノベベーーシショョンン次々に起こってきますというのはエンドレスなんですつまりイノベーションを研究するということはそういうイノベーションの性質を知ってもらうことにほかなりません、はい、そんなイノベーションについてまず理解してもらうことを念頭にして全体を構成してきました、はい、多くの方はイノベーションというのはですね 理系の学問と思ってらっしゃる方が多いと思います。うん、そうですね。そんな感じがします。はい。はい、しかしその研究の歴史を紐解くと。経済学、あるいは経営学。で研究されてきたことがわかります。はい。あのこの講義では。経営学の側面から最新のイノベーション研究について学んでもらおうと思っています。はい。それでは、十五回の講義の流れについて教えてください。はい。 あのまず初めにイノベーション研究の系譜についいいてて学んでいただこうと思っていますは非常によく知られたシュンペーターという経済学者を抜きにして語ることができません。んしかし一方で16世紀にオランダでできた東インド会社という世界初の株式会社というのがあります。はい、人類最大のイノベーションというのがこの株式会社と言われています。う えー、本講義ではですねこの株式会社の誕生から始まりシシュンンペーターータのイノベーション研究ままで詳ししく説明したいいと思っていますその後シュンペーターの研究を受けてイノベーションの概念を発展させたドラッカーなど20世紀半ばから20世紀終盤までイノベーション研究の系譜について説明するのが第1章から第5章までになります。はい 次にイノベーションに関わる諸概念について第二部として六章から十一章あたりまで説明したいと思っていますこの第二部ではよく知られたイノベーションの理論例えば製品アーキテクチャ論オープンイノベーションイノベーションのジレンマなどこういったよく知られた概念について詳しく説明したいと思っています、はい、この二部でお話しする内容では さまざまなイノベーションの分類の説明が出てきます。例えば。プロダクトイノベーション。プロセスイノベーション。インクリメンタルイノベーション。破壊的イノベーションといった言葉です。はい、たくさんの用語が出てきますので。なかなか理解が難しい面もありますが。はい、できる限り。わかりやすくお話ししたいと思います。はい、最後に。十二章から。十五章までの第三部について。 21世紀に入ってから提唱された新しいイノベーションの概念について説明したいと思っています、はい、ここではアメリカで始まったサービスに関するイノベーションサービスサイエンスについても詳しくお話をしますまた近年盛んに議論されているデジタルといった新しい ICT 技術等のイノベーションやデジタルトランスフォーメーション といったあの関連の話もたくさんお話をしたいというふうに思っています。つまり、第三部では、イノベーションに関わる最新の理論、そして新しい考え方を網羅した内容になっています。以上、説明してきましたように、十五回の間にイノベーションにまつわる歴史的な研究に始まり、次に、よく知られたイノベーションに関する理論について、 そして、最新のイノベーション研究について異なった観点からイノベーションについて学んでいただこうと思っていますでは履修の対象となる学生についてはどのようにお考えでしょうか。はい、えー、履修に関しては特に条件は設定していません。例えば数学統計学といった数字に強くないと受講できないというような制約は一切ありません。 理系、文系、芸術系などイノベーションはあらゆる分野で用いられている用語です。したがって、受講に関する制約条件は全くありません。はい、強いて言えば、企業で働いた経験がある方や、将来、創造性を生かした仕事に就きたい、といった方には非常に参考になる内容だと思います。内容については、 経済学や経営学でよく使われる用語がたくさん出てきますわかりやすく解説を加えたいと思いますので特にこうした知識は受講の前提にはいたしませんしかし今後イノベーション研究に興味を持たれた方には経営戦略やマーケティングといった関連科目の履修を強くお勧めしますはい では次に特にこう学生の皆さんに注目して聞いてほしい内容について教えてくださいはいイノベーションマネジメントは経学では長く研究されてきましたしたがってシュンペーターに始まるイノベーションに関する理論研究の系譜については講義の中で外すすわけにはいいいかない領域だと思っています、はい、つまりイノベーション研究の歴史につきましては本研究でもしっかりと触れます 具体的にはシュンペーターに始まりドラッカーに至る20世紀中盤でのイノベーション研究に始まり生産性のジレンマイノベーションの普及イノベーションのジレンマオープンイノベーションと21世紀にまたがるイノベーション研究の系譜はイノベーションを学ぶ上で決して外せない内容になっています。でききる限りり事例を含めてててかりやすすく解説していきたいといいたと思っていますはい 次に21世紀に入ったアメリカによるサービスサイエンスという新たなイノベーションの潮流が誕生してきました。はい、本講義の2つ目の特徴はサービスサイエンス日本ではサービスイノベーションということも多いのですがここに始まり現在ではデジタルトランスフォーメーションと呼ばれる流れの中でイノベーションが語れるようになってきています。特に クラウド技術、ビッグデータ化によるデータサイエンス AI 量子コンピューターによる最適化や予想といったビジネス領域でのイノベーションは現在のイノベーションマネジメントの主要な関心事となっているはずです。はい、そこで本講義ではサービスイノベーションからデジタルトランスフォーメーションに至る原因について 特に詳しく説明している点が今までのイノベーションマネジメントの講義とは異なる点になっています。具体的には本講義の特徴として実際のイノベーションに関わった企業の担当者の方々のイ,ノインタビューなどを豊富に入れています。まあ、最先端のイノベーションに関わってきた10社以上の企業の当事者の方から生の声を聞ける。 といった機会はあまりないかもしれません。はい、そうですよね。はい、こうしたインタビューを聞いていただくことによって。より鮮明にイノベーションの発生についてイメージを持ってもらうことが。可能になることを期待しています。うん、最後に。本講義の特徴は。できるだけ事例をもとに説明をしている。という点になると思います。はい。特に。できるだけよく知られたケースをもとに。説明していることと。 経営枠という視点から、ケーススタディを通じてイノベーションマネジメントに関わる知識を広げていただくだけではなくて自らイノベーターや起業家となることを目指していただくことを願っています。またケーススタディを通じて考える力を伸ばし自ら将来のビジョンを描く重要性を伝える講義にしたいと思っています。 つまり、ビジネスの場で実践的な知識を身につけることを狙いとした内容になっています。はい、え、では、先生、あの具体的にどんな事例があるんでしょうか。はい、三つほど紹介したいと思います。はい、まず、自動車産業についてなんですけれども。日本の自動車産業は大変世界的にもですね。進んでいるというふうに言われています。じゃあ、日本の自動車会社がどのように車を設計して、どのように製造しているか。 非常に具体的にいろいろな話をしたいと思っていますはい。あと次にですね、えー、世界最大の世界最初で最大のイノベーションというふうに言われているのがですね株式会社の誕生というふうに言われています、はい、16世紀です、ね、16世紀にオランダで東インド会社というのが誕生していますその誕生のあたりの話もできるだけ詳しくお話をしたいなというふうに思っていますはい。三つ目はですね非常に あの最近の事例なんですけれども AI に関するイノベーションはたくさん起こっているんですがその中でも分かりやすいのが、AI、による将棋の解説ですね今まで、えー、どちらの棋士がですね何パーセントの確率で勝つとかですねどちらが有利だというようなことは誰にも分からなかった。はい、AI によるとです、ねえー、これを いとも簡単に何パーセントの確率でどちらが勝つだろうかという予想をします。あのこの数字が間違ってるか合ってるか誰もわかりません。わ<ー>かりませんが。はい、あのこういったことが。あのなぜできるのかといったお話もしたいなというのを思ってます。<ー>また a. I. についてはですね。あの最近は監査ですね。会計監査。これも a. I. が行ったりしてますが。あの実際の監査法人の方がですね。説明をしたしてくださる。 会もあります、はい、ぜひそういうのも期待して聞いていただければいいのかなというのを思っていますはいありがとうございます以上あの本講義でぜひ着目していただきたい内容について三点についてまとめてみました特に最新のサービスデジタル領域でのイノベーションの理解そしてケーススタディによる実践的な知識 を身につけていただくということにぜひ着目していただきたいというふうに思っています。はい。えでは先生最後に学生の皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい。この講義の 興味ある方へのあの興味の仕方はですね、はい、様々だと思っています、うん、本講義は計画という視点からイノベーションについて学ぶものですイノベーションというのは技術論ではありません、はい、仕事をする上で製造業であろうがサービス業であろうがどの分野においても発展するために最も重要な活動となるものだと思っています勉強する上で 特に持っていなければならない基礎知識はありません基本的な知識に関わらず理解できるようにできる限り身の周りにある事例をもとに説明を進めていきたいと思っています、はい、イノベーションマネジメントを学ぶと目から鱗というような今までに気がつかなかった新たな発見をたくさんしてもらえると思っています、はい、イノベーションマネジメントは決して難しい学問ではありません 我々の先輩たちが築いてきた知識知恵こういったものを考える枠組みは社会で働く方自分で会社を起こしたい方あるいはどのような方にとっても新しいビジョンを描き実現に挑戦していくことが社会の活力となり成長につながると思っています是非ご一緒に最先端のイノベーションマネジメントについて知識を広めていきたいと思っています この時間は2023年度開設の専門科目の中からイノベーションマネジメントをご紹介しましたお話は主任講師の伊藤宗彦客員教授でしたなお肩書きなどは2023年1月現在のものですラジオ授業科目案内高橋春永をお伝えしました